サラチャンネル始まるよ。こんにちは。今日はメイガを3点紹介するよ。まず最初はこっちだよ。みんなライブトピアは好き？ハマっている遊びがあったらコメント欄で教えてね。到着。トピア市役所だよ。さらについてきてね。階段はだーっと上がって、3階に向かうよ。ほら、あった！シャラクの浮世絵だよ。それじゃ2つ目いくよ。夢の島リゾートに向かうよ。到着。このほうき、去年のハロウィンのキャンディーコーン集めでゲットしたんだ。さあ、行くよ。B1 に向かうよ。右に曲がったら突き当たりにドン。フェルメールの代表作、真珠の耳飾りの少女。じゃあ次、3つ目いくよ。森にある黄昏の城だよ。このお城にはたくさん絵が飾ってあって、その中にコレクションが紛れてるの。ここはダンス広場だよ。こっちだよ。これこれ、の芸術家ミシャ、星座が描かれている絵だよ。かわいいよね。今日のコレクション探しはここまでだよ。またコレクション紹介や秘密の部屋も紹介するね。ここまで見てくれてありがとう。またね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくね。